がんの治療には外科手術による腫瘍の摘出が最も重要です。また進行がんあるいは再発がんの場合には放射線療法、化学療法などが行われています。このような直接的な治療のほかに生体とがんとの相関関係を変動させてがん退縮を期待する治療法が検討されつつあります。こうした中でインターフェロン療法はどのような治療法となりうるのでしょうか。インターフェロン療法の特徴を従来の化学療法と比較しながら整理してみましょう。いわゆる抗がん剤はがんに直接作用し増殖を抑制しようとするものです。しかし抗がん剤は細胞毒であるのでがんが縮小する一方でがんに対する生体応答に悪影響を与えることも否定はできません。免疫不活剤は生体の抵抗性を高め間接的な作用によってがんの増殖を阻害します。そして抗がん剤のような急激ながんの縮小は見られませんが生存期間の延長などが期待されています。インターフェロンは免疫細胞の活動をコントロールします。そしてインターフェロンはそれ自身が直接抗腫瘍作用を持つと同時にがんに対する生体応答を変化させがんを治癒に導こうとするものです。現在の知識ではインターフェロン療法は従来の免疫療法に化学療法を加えた療法と考えられています。ではこれからインターフェロンによるがん治療がどのような経過をたどるのか動物実験によって探っていきましょう。これはマウスの皮膚にメス A 繊維芽肉腫を移植しその成長とインターフェロン治療による効果とを比較して調べていく方法です。これがメス A 繊維芽肉腫細胞、その分裂増殖の様子です。矢印の細胞は三極分裂をした後一方が一つの細胞に戻ってしまうという珍しい現象を起こしています。このメス A 繊維芽肉腫細胞によるがんの形成がどのように行われるかより観察しやすい場所として今回は耳の皮下に移植する方法をとってみました。これが移植されたがん細胞、次第に血管に沿って移行して定着していきます。そこからがんが増殖してきます。増殖したがんが赤く見えるのはその内部に何か変化が起きているからなのでしょうか。血管の変化がどのようになるかをさらに追ってみました。この矢印の血管をご覧ください。次第にやや変形して太くなってきます。
内部の血管はがんの成長に伴い見えなくなってきますが、消えてしまったわけではありません。さらに広い視野で見ると太い血管はそのまま残っています。細い血管の変化を樹脂を注入する血管鋳型法によって調べてみることにしました。これが樹脂で固められた正常なマウスの耳の血管。一番太い血管が最上脈、それに沿った細い血管が最動脈、その間を木の根のように無数に走っているのが毛細血管です。がんを移植したマウス、斜線の部分はがんの増殖した場所。毛細血管の網の目は欠落していましたが、その中に一方方向に流れる新しい毛細血管が存在しているのが見られました。同じ場所を操作電検像で見てみます。丸い塊はがん組織の内部に樹脂が入らずに膨れてしまった様子です。この奥はがんの成長部分、ここに新生された無数の毛細血管の存在が見られます。がん細胞はこの血管から栄養を補給していたのでしょう。がんの成長の刑事的変化、この頃からがんの成長部分に毛細血管が形成され赤く見えるのでしょう。このようにがんが大きくなると内部に壊死像が見られます。移植後27日、大きく成長したがん、このような腫瘍の成長に対してインターフェロンがどのような効果を示すのか、がんを移植後6日目から1日1回5日間の投与を行ってその効果を調べていきます。これはインターフェロンを投与していないマウス、がん移植後21日目、同じ21日目のインターフェロン投与のマウス、赤みが消え白っぽくなってくるのが特徴です。では刑事的変化で見ていきましょう。投与開始直後、投与3日目、腫瘍はまだ成長しています。投与終了後から白くなっていきます。この状態が長く続きます。1ヶ月後、がんは完全に消えました。インターフェロンを投与していないマウスと比較してみます。インターフェロンの効果がはっきりと分かります。インターフェロンが組織の中でどのような変化を起こしているのか、染色標本像で調べていきます。これは正常なマウスの耳の断面像、中央に石垣のように並んでいるのは軟骨組織、軟骨組織の上に太い血管像が見られます。血管像は全体にあまり多く見られません。がん移植11日目のマウスの耳の断面、全体に大きく膨らんでいることがわかります。拡大していきましょう。楕円や円形の大きな核ががん細胞、ここはがん細胞で埋まっています。
移植20日後、腫瘍の内部にはっきりした壊死像が見られます。この部分を拡大して見てみましょう。この左側にはしっかりした核を持つがん細胞が見られますが、右側は核が崩れたりなくなってしまって、がん細胞は壊死を起こしています。他の正常細胞はほとんど見られません。これはインターフェロン投与5日目の断面像。ここにも大きな壊死像が見られます。しかしインターフェロン投与をしていないマウスでの壊死像とは異なった様子が見られます。死んだがん細胞の周辺に白血球がたくさん存在しています。中央の大きながん細胞の下に白血球が2つ見られます。そこでインターフェロンが白血球などの免疫細胞にどのように働くのか、組織培養による検討を行っていくことにします。これががん細胞、黒く見えるマクロファージ、小さい丸い細胞はリンパ球。正常なマウスの血液中から採取したもので24時間の観察です。マクロファージやリンパ球はがん細胞に対してほとんど反応を示していません。がん細胞は次第に増殖していきます。がんを移植後6日目からインターフェロンを5回投与した後のマウスの血液中から取った細胞、この場合がん細胞を攻撃する細胞が現れます。左側矢印のがん細胞にやや小型な細胞が取り付く様子をご覧ください。がん細胞の下側に丸くなって取り付いています。このがん細胞はやがて膨れていきます。がん細胞のほとんどにこの小さな細胞が取り付いています。がん細胞の増殖は抑えられています。最初攻撃を受けていた左側のがん細胞が大きく風船のように膨らんできました。右側の膨れたがん細胞は死んでしまいます。左側のがん細胞も膨れてきます。
このがん細胞に取り付いている細胞をご覧ください。大きな膜を広げて攻撃している様子がよくわかります。形態学的にはこの細胞は単球と思われます。この実験からインターフェロンは末梢血中の単球にがんを攻撃する能力を与えたと考えられます。これはインターフェロン投与終了直後のマウスの染色標本。核のはっきりしたがん細胞は非常に少なくなってきています。周辺部ははっきりした壊死像で、この部分には血管像が目立ちます。同じ時期のインターフェロンを投与しない場合と比較すると、太い血管の存在がよくわかります。また血管内部とその周辺には多数の白血球が見られるのも面白い特徴です。先ほど見た試験管内での単球によるがん攻撃の事実からすると、この白血球単球ががんを攻撃するのでしょう。24日後、がんの消滅に伴い組織の正常化が進んでいる様子がはっきりと伺えます。インターフェロンの臨床成績を見ていきましょう。これは1986年のアメリカのがん学会で報告されたインターフェロンアルファの臨床成績のまとめで、その中に多くの有効例が示されています。続いて慶応大学泌尿器科教室において、世界で初めて腎細胞がんが治癒した症例をご紹介しましょう。この患者は腎細胞がんの根治的摘出手術施行5ヶ月後、両肺野に散在する転移層の存在が認められました。天然型インターフェロンアルファ投与11週で転移層の消失が認められました。インターフェロン投与は52週で終了。転移層消失後5年経過した現在もディジーズフリーの状態が続いています。インターフェロンはバイオロジカルリスポンスモディファイアーズ、いわゆる BRM の観点から捉えられてきています。それについて田崎教授のご意見を伺ってみましょう。私どもの教室での腎がんに対するインターフェロンの基礎及び臨床的研究の結果から申せますことは、従来の生がん化学療法剤とは異なって、いわゆる BRM としての作用を考えています。まず効果発現までの時間が投与開始から12週あるいは15週と一般の生がん化学療法剤に比べ明らかに長い点であります。また投与中腫瘍が大きくならないステーブルディジースの症例が 50% 近くあることも特色の一つと言えましょう。特に全治療中プログレッションとされた症例で、インターフェロン投与中は確かに腫瘍の増殖が停止している、こういった場合にはインターフェロンの効果を無視することはできないと思います。さらに副作用についてみますと、1日300万ないし600万単位程度の投与量では重篤な副作用は少なく、比較的安心してしかも長期間の投与が可能です。このことからインターフェロンの投与中はっきりとしたがんの進行が認められなければ12週間以上行って効果を見るべきだろうと考えています。また効いていると考えられる間はできるだけ外来で投与して患者さんの社会生活を妨げないということも大事です。今後はインターフェロンと協調的に作用するような BRM との併用を考えるべきと
思っておりまして、私どもの教室では現在 OK432 あるいは IL2 といった薬剤との併用効果をインビトロおよびインビボの実験系で検討しておりまして、すでにいくつか良い結果を得ております。この映画で見る限り、インターフェロンは末梢単球と血管系に大きな変化をもたらしています。これ以外にも未知の生物学的作用があることでしょう。したがってインターフェロンは大きな可能性を秘めた BRM なのです。がん退縮から治癒に至るには体のさまざまな要素の協力が必要で、インターフェロンはそのいくつかの点に関わりを持つようです。あるいはインターフェロンだけでは完全ではないかもしれませんが、今後の研究によってこの点を補えば、がん退縮から治癒への道が開かれていくことでしょう。